虫界最強は誰だ。サソリか、クモか、それともムカデか。自然界に存在する毒虫の中で最も強い毒虫は誰なのか。今その疑問に答えを出すべく最強毒虫トーナメントが開催される。さらに今回の最強トーナメントに肉食昆虫界からの刺客が緊急参戦。毒虫と肉食昆虫が入り乱れたこの戦いを制するのは一体誰だ。虫皇帝最強中決定戦トーナメント。虫皇帝トーナメントルール説明。戦いは戦意を喪失するか戦闘不能になるまでの完全バーリトゥードマッチで行われる。また毒虫は大変危険なため運営局が用意したアクリルケースの中での対戦となる。さらに毒虫のサイズによりケースは小中大の3タイプを用意。土台は毒虫にも昆虫にも公平になるように足が引っかかり踏ん張りが効く発泡ウレタン素材を利用している。全ての虫に公平なこのアクリル製のオクタゴンの中でそれぞれのプライドをかけた一大トーナメントが幕を開ける。大会トーナメント表は以下の通り。激戦が予想される1回戦、数多くの猛者が集う中2回戦に駒を進めるのは果たして。1回戦第1試合、サソリ界一の万能戦士デザートヘアリースコーピオン、体長12センチ。スピード、パワー、テクニックの3拍子が揃った万能戦士。その身体能力はこのトーナメントでも遺憾なく発揮されるか。対するはタランチュラ界の鬼軍曹、チリアンファイタータランチュラ、体長5センチ、レッグスパン9センチ。体はさほど大きくなく地味なタランチュラだと思われているが、その毒性は非常に強力。優勝候補の一角とも言われているデザートヘアリースコーピオンに一矢報いることはできるのか。さあ、いよいよ始まりました虫皇帝トーナメント、1回戦第1試合ということでございます。サソリ界一の万能戦士デザートヘアリースコーピオン、そしてタランチュラ界の鬼軍曹チリアンファイタータランチュラという、もう一戦目からすごい、試合になりました。さあ、そして今日はなんと、この虫皇帝トーナメントエグゼクティブプロデューサーの新藤冬樹さんを解説にお迎えしております。新藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、この早速第一試合からもすごい、ね、はい、展開が期待されるんですけども。そうですね、もうすでに針が入ってます。はい、あ、回帰飛びましたね、これ。今もう刺しましたね。あ、そこに逃げましたね、これ。これは、もう、新藤さんご紹介している間に、逃亡してしまいました。逃亡、こんなシーンはちょっと初めてですね、すごいですね、今まで。ですね。これはアクシデントですね。これはあっという間にこの、ヘアリスコピオンの方が刺したということですね。そうですね、もう、口元か顔面のあたりに毒針が、はいはい、おー、これは、あ、今これ再開、はい、再現部位ということでね、ちょっと毒が、ね、はい、あ、また入りましたね、口にね。あ、口に入ってますね。あ、また背中に入りました。あ、また入った。これもう1回だけじゃなくて2段3段と、もう体液、あー、もうこれはね、やっぱりデザートヘアリーの毒針攻撃は、はい、すごいですね。のっけからすごい、デザートヘアリースコーピオンの勝利です。しかし、あの背中のこの針っていうんですか、もう自由自在に動き回りますね。そうですね、ハサミでね、相手の手もしっかりロックして、はい、逃げれないようにして刺してますから、抑え込んでのクレバーですね、戦いぶりが非常に。これはもうどうしようもないですね。デザートヘアリースコーピオン2回戦進出です。一方的。1回戦第2試合、ムカデ界の暴走列車、
タイジャイアントオオムカデ、体長20センチ。恵まれた体を生かした恐るべきパワーと巻きつき攻撃が得意。今回も得意の巻きつきで対戦相手を圧殺できるか。対するはタランチュラ界一のテクニシャン、ブラジリアンスミシータランチュラ。体長7センチ、レッグスパン13センチ。普段はおとなしいが、戦う気になった時はものすごいテクニックで相手の技を全て封じ込めてしまう。今回の戦いでも村っ気のある気性がどちらに傾くかが勝負の分かれ目となる。さあ1回戦第2試合、興奮冷めやらぬ中始まっております。ムカデ界の暴走列車対ジャイアントオオムカデ。お尻に食いついてますよ。食いついてますか。はい、これは食いついたのがどちらでしょう。しんどさん、ブラジリアスミシーが反撃しましたね、はい、タランチュラ。これはすごい。最初からなかなかね戦い方が、あの下から行くところを足でうまく、ほらタランチュラが足でうまいこと牙を下げてますね、ムカデの。これムカデ腹見せてしまってますよね。いや、これ不利な体勢ですね。不利な体勢ですよね。腹の部分はやっぱり弱いんですか。そうですね、やっぱり、攻撃できませんからね、あの体勢だと。なるほど。ムカデの方が結構いってるんですけどね、はい、逆に抑え込んでますね。はい、はい、これはねうまいことムカデの牙は避けてるんですよ。これはね高等テクニックですよ、かなり。これ効いてますか。かなりなんか、そうですね、もうムカデの腹のあたりに牙が入ってますからね、はい、タランチュラの。そうですね、ほら体液が出てますでしょう、はい、背中のあたりに。そうですね、一方的ですね。何もできなかったオオムカデ、ジャイアントオオムカデ戦意喪失。ここですね、もう最初からもう抑え込んでますね。柔道の横四方固めとか、はい、そういう感じで抑え込んで何もできませんね、ムカデは。できませんね、はい、ムカデのもう攻撃をさせないというね。そうですね、この8本の足をうまいこと使ってムカデの巻きつき攻撃とか、はい、全て防いでますね。なるほどね。やっぱりこれ先手取った方が強いんでしょうかね。先手と、あとはやっぱりこういう抑え込み、はい、やっぱり技術のものを言った勝利ですね、これはね。なるほどね、すごい戦いの本当プロです、はい、これはすごい、はい、ブラジリアンスミシータランチュラ、実力のほどを見せてくれました。もう息がいっぱい出てます、ね、出てますね。ブラジリアンスミシータランチュラ2回戦進出。1回戦第3試合、肉食昆虫界の覇王、オーエンマ半妙、体長6センチ。アフリカ南部に生息する世界最大の半妙。その性格はアグレッシブで凶暴、疲れを知らない運動能力で敵を噛み殺す。肉食昆虫界最強の呼び声も高い優勝候補の一角。対するはクモ界一の猛毒の持ち主、ジョウゴグモ。体長5センチ、レッグスパン8センチ。世界一の猛毒を持つクモと言われるクモ界の暗殺者。気の荒さは天下一品。噛まれれば人間ですら絶命しかねないその毒で対戦相手を撃破できるか。さあ1回戦第3試合スタートいたしました。楽しみですね、これね。これ両者とも気が強いですよね。そうですね、それに大山半妙は、はい、肉食昆虫界の覇王と言われるように、はい、人気も実力も、はい、世界最強との呼び声が高いですからね。世界最強ですよね。はい、優勝候補ですね、今回の、はい、肉食の中で もう一番の人気を誇っております。そしてこのジョウゴグモも世界で一番毒が強いと言われてる、はい、あ、人も噛まれると絶命すると言われてますね。結構体が小さいんですけどね。猛毒らしいですね、これは。あ、はい、お、伺った。これは下をくぐり抜くような形で、はい、でもこれね、やっぱり、はい、あの甲虫なんで硬いんで、あ、なるほど、ジョウゴグモの牙が通用するのかどうかっていうとこですね、はい、これね。でもジョウゴグモうまく戦ってますかね。戦ってます。もうこれ、あの、はい、大山妙はトリッキーな動きでいきなり、はい、あのヒットアンドウェイでパーンって噛みつきますんでね。あとフットワークの良さですね。あの牙攻撃食らったらちょっとジョウゴグモも、はい、柔らかい体なんでね。そうですね、硬さで言うとね、ちょっと威嚇してるような感じなんですかね。懐には飛び込ませないぞという、でも大山半妙はその隙をね、なんとか狙ってるんですね。これ低く低くと言ってきますね。そうですね、さあ、そうですね、
もうなんとか弾き返してます、はい、あでも行きましたね。あ、これは食らいつきましたね。これ食らいつきましたね。もうがっぷり、これは食らいついたら離さないって感じですね。お、もうあちょっとかなりちょっと体液が、これはもうこれは完全にもうロックされてますね。はい、この噛みついた力もまたすごいですね。強いですね。戦闘不能です。はい、行きましょう。もうね、凶暴、もうとにかく噛む噛む噛むっていう感じでね、うん、そうですね、まあ、いつ噛みつくかということでこうタイミングを測っていたところもあるんですね。ですね、あのアフリカではネズミとか襲ってるらしいですからね。ネズミ、はい、これはネズミ自体もかなり動きが早いですからね。そうですね。オエンマ半妙2回戦進出です。1回戦第4試合、ムカデ界の殺し屋ハブムカデ、体長23センチ、パワー猛毒気性の激しさはムカデ界でもトップクラス。ムカデ界トップ3に君臨するその実力で対戦相手を巻き殺せるか。出るかムカデツイスト。対するはタランチュラ界のビッグボスキングバブーン、体長9センチ、レッグスパン17センチ。キングの名に恥じないタランチュラ界の横綱、圧倒的なパワーは重戦車を彷彿とさせ、毒性の強さもタランチュラ界で5本の指に入る。タランチュラ界の名誉を背負いビッグボス出陣、悪魔のキッス。さあ1回戦第4試合、あもういきなりいきなりもうキングバブーンが抑え込んで牙入ってますかね。これ抑え込んでますね。あ背中を見せてますか。離れましたね。離れました。名勝負ですよこれ、はい、タランチュラ界の横綱と横綱ムカデ界でも横綱的なハブムカデ、横綱同士ですね。横綱同士、これがっちりといい試合になりそうですが、ちょっとキングバブーン体液がお尻から出てるような、はい、キングバブーンの方がですかね。え、まあ、ちょっともしかしたら尿かもしれないですけどね、はい、伺ってますね、威嚇して。はい、ハブムカデやばいですよ、背中向けてると。そうですね、これはねかなりでかいですねこれ。ハブムカデ大きいですね。23センチぐらいっていうとかなり大きいですねこれ。はい、さあちょっとポイントはね、はい、やっぱりクモはタランチュラはこうお尻とかをやられるともうちょっとやられちゃうんで、この背中は向けない方がいいですね、はい、タランチュラもちょっとあのお尻は弱そうですもんね。弱いですね、はい。もうなんかのムカデもシルさん動きはかなりゆっくりですね。そうですね、はい、やっぱりこれはちゃんとフェイント、ああ頭部行きましたか。あ頭部、頭部に あこれと食らいついてるんですか。一番いいとこ、うわこれ噛みつきましたね。そうですね、これはこれはもうどうにもならないですね。もうハブムカデの方はここをやられると首根っこ抑えられてるような感じですね。さすがね、あの歴戦の強者ですね、キングバブ。そうですね、ハブムカデ戦闘不能、身動きできません。いやこれはねやっぱりキングバブーンは数々の修羅場をくぐり抜けてきただけある、はい、もう手慣れた戦い方ですねこれね。そうですね、もう王者の風格ですね。そうですね、なんかじっと大きな動きもしないで、はいはい、じわじわと相手を捕まえていったような感じがします。はい、はい、余裕の勝利でした ね。 そうですね、結局ムカデは何もできませんでしたね。そうですね、はい、ムカデはもう巻きつけなかったら、はいね、巻きつかれたら逆にでもムカデですけどね、はい、うまいこと防ぎましたね。見では弱さ感を与えていたんでしょうか、はい、ですね、見事です ね、 ですね、この位置を噛むというのはもう本当にここから何もできません。何もできないですね、はい、悶絶の表情のムカデ、はい、これ尻尾噛みつくと逆にやられちゃうんですけどね、タランチュラが。なるほど、はい、蛇と同じですね。なるほどね、キングバブーン2回戦進出だ。タランチュラ界の喧嘩王、メキシカンブラック&ホワイトタランチュラ、体長5センチ、レッグスパン9センチ。俊敏かつ凶暴な性格をしており、戦闘能力は折り紙付き。荒々しい喧嘩殺法で相手を封じ込められるか。対するはサソリ界の特殊部隊ジャイアントモザンビークフラットロックスコーピオン、体長12センチ。地面を匍匐するような平べったい体を武器に戦う非常に凶暴で貪欲なサソリだ。動く者は必ず目標に捉え
相手が動かなくなるまで戦い続ける。さあ1回戦第5試合、この両者も動きが早いですね。始まりましたね、いきなりね。あ、毛を飛ばしましたよ。あの毒毛を飛ばすのがね、やっぱりこのタランチュラのまた武器なんですよ。あ、これ毒毛なんですね。毒毛です。これはうまく刺さるといいんですけどね。ただね、哺乳類には効果的ですけど、はい、虫類とか爬虫類相手にはあまり効果的ではないと思うんですけどね。あのスコーピオンのね、硬いこう背中にはちょっと刺さらない。そうですね、哺乳類の目とかに入るとね、あ、はい、あ、刺さり、これはね、はい、フラット、あ、またお尻やりました。飛んでますね、毛が。そうですね。さあ、でもね、フラットロックもね、はい、あ、特殊部隊の名に恥じないこの低い体勢からのハサミ攻撃、ね、不気味ですね。あの地べたに這いつくばるような感じで草陰に潜むような、ほふく前進のようですね、本当に。これなるほど、ちょっとタランチュラの方が上から行きたいですね。ですね、下タランチュラは腹を見せるのはちょっと危ないですね。タランチュラの勝機はあの背中に噛みつく、はい、上から噛みつくことができるか、はい、でも毒針が待ち受けてるんでね、うかつには踏み込めないですよ。そうですね、これはお互いちょっと、はい、見合ってる感じです ね、 ですね。タランチュラもあれ警戒してるんですかね、スコーピオンの毒針。いや、もちろんそうです ね、 ですね。もううかつに踏み込むと、はい、顔面に突き刺さっちゃいますからね。なるほど、これは非常にお互いどこで入り込むか、うん、難しいところですね。あのハサミ自体はどうなんですか。結構強いんですか。強いですね、これはね。お、あ、これはあのその代わり毒性はあまり、あ、あ、あ、ちょっと今ハサミ噛みつきましたね、ハサミに。あ、タランチュラが、あ、またお尻の毛飛ばしてますけど、はい、今日はこの毒毛攻撃でちょっと右の方のハサミから体液は出てるんじゃないでしょうかね、タランチュラ。あ、そうですね、ね、あれはちょっと噛まれたんでしょうね。これはどうなるんでしょうね。あっと、でも逆に針も入ってるんでしょうかね、サソリの、うん、どうでしょう。ちょっと動きがどうなんでしょう。体液が出てるようにも見えますが、フラットロックはね、ハサミ強いんですけど、毒はそんなに強くないですからね、はい、そうなんですか。はい、これね、あ、でもなんか入ってるようですね、タランチュラの方にも毒は。そうですね、不気味ですね、フラットロック。本当にちょっとタランチュラの方の体勢が、はい、あ、あ、これはあれ噛みついてますね、背中にタランチュラ。あ、でも毒針が今ちょうど腰のチラが刺されてますね。はい、でも相打ち的なんですが、針がグイグイ。これはただあら、お、あ、でもこれあれですね、もうタランチュラ完全に毒殺、はい、やられちゃいましたね、これね。さ、あ、お腹をつけてしまってるってことはもう、はいはいはい、はい、メキシカンブラック&ホワイト、タランチュラ戦闘不能。ここですね、もう探ってますね。タランチュラもね、上から牙入ったんですけどね、最初ね、うん、やっぱり肉を切らせて骨を断つっていう感じでしょうね、サソリの戦い方は。こうなってくると刺され放題、はい、でもトーナメントなんでね、ちょっと次心配ですけどね。そうですね、はい、勝った方もダメージはないのか、この辺がちょっと厳しい。フラットロックスコーピオン2回戦進出。1回戦第6試合、サソリ界の必殺仕事人、フラットロックスコーピオン、体長14センチ。音もなく相手に忍び寄り敵を捕獲する様はまさに必殺仕事人。重心が低く安定しているので、バランスの取れた戦いをこなすことができるトータルファイター。対するはムカデ界の狂乱無差別殺虫機、ベトナムオオムカデ、体長15センチ。ムカデ界1・2を争う希少の荒さと毒性の強さを持つ狂乱ファイター。リミットが切れた時の彼は誰にも止められない、ベトナムの赤鬼剣山だ。さあ1回戦第6試合、これはどういう戦いなのか。動き早いですね、ベトナム。早いですね、これは。早い早い。これはちょっとフラットロック、はい、まださっきのね、フラットロックよりも一回り大きい種類のフラットロックなんですね。あ、このフラットロック、はい、同じように平べったいですが。そうですね、ちょっと大きめですね、このベトナム。あっと、動き早いです。早いですね。でも今狙ってますね、ベトナムは。う、ね、うん、動き回りながら絡みつき、すごい背中や脇の下をね狙うって、はい、いやらしい攻撃ですね。そうですね、
ベトナムはでもね、もう、はい、あのやっぱりキングバブーンと同じように常連ですからね、はい、そうですね、ムカデの中でも凶暴性と毒性はね、はい、トップクラスですからね、毒もかなり強いんですね、強いですね、あ、これはねフラットロックかなりちょっと押されてますね、そうですね、ちょっと防戦一方なのか、あーっと、あ、お腹の下、あ、お腹の下にこれ行きました、行きました、あとでもハサミで、でも 今はうまいこと防ぎましたね、そうですね、でも辛くも逃げたという感じでしょうか、名勝負ですねこれ、ね、あ、またでも脇腹今かなり動きが速くて、赤鬼なかなかやりますね、やりますね、うん、フラットお互い、あ、でもじりじりと詰め、あ、でも尾っぽで、尾っぽでもこれね、はい、うまいこと効果的に、そうですね、ここでこう、はい、でもフラットラックもじりじりとほふく前進でね、こういってる、これなかなか両中とも素晴らしいですね、はい、これそうですね、いい戦いを見せてくれてます、じりじりとこう、こっちもいやらしいですね、またそうですね、これはちょっとムカデの動きは止まりましたか、ちょっと今休んでる状態ですけどね、はい、でもどうでしょうね、これこの体勢はね、はい、気抜くとベトナムがやっぱり脇腹あたり狙ってますんで、フラットロックはそうですね、迂闊に動けない、はい、フラットロックもそうですね、迂闊に動いたら脇腹あたりの柔らかいですからね、あの辺脇腹柔らかそうですね、柔らかいですね、ハサミは結構前のよりも大きいですね、そうですね、さらに強力なんですが、はい、ただねこの状態で狙ってますよ、ベトナムは狙ってますね、はい、ちょっとした動きが刺激となってね、はい、あーほら行きました行きました、これはあ脇腹噛んでますね、これ噛んでますか、 あの針も、はい、サソリの針で応戦してるんですけど、でもこれはもう右脇腹入りましたね、入りましたか、完全に入りました、お入りましたよ、さあフラットロックにダメージはありそうですよ、これかなり効いてるんですかね、うん、結構、あ、体液出てますよ、右の脇腹から、あ、出てますか、はい、これ入ってますね、完全に、かなり後ずさりしてますね、はい、あーと中見せましたね、見せてしまいました、ひっくり返ったラットロックスコーピオン戦闘不能だ、ここですね、針で応戦しようとしたんですけどちょっと入らなかったですね、これやっぱり硬いんですか、背中は、あーでももう噛まれちゃってるんで、この時点で噛んでるんですね、はい、噛まれちゃってるんでちょっとパニック状態だったんですかね、フラットロックも、いや大したもんですね、そうですね、うまい戦いでしたね、さすがベトナムですね、ベトナムですね、歴戦の勇者ベトナム大ムカデ2回戦進出、お見事。